こんにちは。Adobe Express を楽しく簡単に使いこなしていますか？ Adobe Express はパソコン、スマートフォン、タブレットで利用することができます。今回はタブレットでやっていきたいと思います。はい、Adobe Express のアプリを起動します。はい、Adobe Express のホームの画面が表示されます。今回使うテンプレートは、この、Facebook カバーにします。右側のすべて表示をタップします。Facebook カバーのページが表示されました。すべて Facebook カバー、イベント、ビジネス、フィットネス、ライフスタイル、セールス、ウェルネスが表示されます。今回は一番上、すべて Facebook カバーの右側、すべて表示をタップします。はい、かっこいいテンプレート出ますね。今回はこのテンプレートを使いましょう。タップします。はい、このテンプレートをリミックスをタップします。はい、テンプレートの編集画面が表示されました。まずは、写真を入れ替えます。写真タップします。そして左下の編集の置き換えタップします。はい、今回はね、Adobe Stock の写真を使いましょう。一番上の写真を検索をタップして、検索したいキーワードを入力します。で、検索します。はい、結構ね、いい写真が出ますね。写真の右下の王冠マークはいつも言ってますようにプレミアムプランで利用可能です。今回はね、このプレミアムで利用可能な写真を選びましょう。はい、写真が入りました。 OK ですね。で、今度は名前、テキストを編集します。テキストをタップします。そして左下の編集の編集をタップします。はい、ここでね、何にしましょうか。文字を入力しましょう。 YouTube ライブにしましょうか。 YouTube ライブにします。はい、で、右上のチェックボタンをタップします。はい、 YouTube ライブが入りました。これ左テキストの白枠の左上の丸いところに棒ペンを持っていって、これ大きくしましょう。で、移動しましょう。こんな感じでいいですね。はい、そして下のテキストもタップします。で、編集タップします。ここで、日本語に切り替えて、よいしょ、毎晩10時、あ、0時になった。毎晩10時からというふうにしましょうか。で、右上タップします。毎晩10時からとなりましたね。これも文字を大きくしたいんで、ここペンを持っていって大きくして広げましょう。で、こんな感じで、はい、こんな感じで、よし、中央合わせ、はい、こんな感じで今日は簡単に、作ってみました。 YouTube ライブ毎晩10時からというね、Facebook カバーにしました、これで OK の場合には右下完了をタップします。はい、これで完成ですね。そして、ダウンロードは右上タップします。ダウンロードオプション、書き出しを選択、画像で OK です。そしてダウンロードをタップします。プロジェクトを準備しています。はい、画像を保存。保存完了です。確認しましょう。ファイルマネージャーから画像。はい、あ、入ってますね。はい、これタップします。はい、こんな感じで、簡単にね、YouTube ライブの Facebook、カバーを、作ってみました。OK でございます。このようにしてね、Adobe Express はパソコン、スマートフォンだけではなく、タブレットの方でも利用することができますんで、ぜひね、試してみてください。はい、今回はこの件で失礼します。